松井塾です。さあ、一体何のモノマネだっていう話になるんですけれども、平安時代っていうとですね、意外となんか、イメージとしては平和な時代っていうイメージを持つ方非常に多いんです。まあ、おじゃる丸で言うところ、なんか、おじゃる丸みたいな状態だと思う人多いんですよ。おじゃる丸みたいな、おじゃって、なんか、プリンとかって、散歩くらい歩くと疲れた、みたいな感じになるんですが、この時期に、勢力が拡大します。勢力、日本の勢力がぐんぐん拡大します。で、それは何ですかっていう話になるんですけど、東北地方に対して軍隊、日本で軍隊を差し向けます。どんどん軍隊を差し向けてですね、東北地方に遠征していって、領土を拡大していきます。で、その征夷大将軍に初めて選ばれた人が誰かっていう話なんですけど、実は皆さんよく知ってます。はい。おじゃる丸です。はい。おじゃる丸なんですが、おじゃる丸の要するに正しい姓は坂の上の田村麻呂になります。はい。坂の上の田村麻呂なんですね。だから、いつかあの人がこういつか征夷大将軍に進化するんですかね。はい。なんかもう、敵とかぶった切るみたいな状態になるんでしょうか。まあ、なんならないような気がするんですけどね。イメージとすると、坂の上の田村丸は征夷大将軍ってことで、めちゃくちゃ強いです。はい。という形になります。で、まあ、この坂の上の田村丸をモデルにしたのが、実はおじゃる丸というふうな形になります。まあ、この、最強のその坂の上の田村丸がですね、もうボンボン東北地方に遠征していくというふうな形になります。よろしいでしょうか。で、坂の上の田村丸、おじゃる丸のお嫁さん、なんか、おかめ姫かなんかいますけど、めちゃめちゃ強いですね、おかめ姫。なんか、腕相撲取ってバーンってやるんですけど、平安時代からそうなの、もっと前からそうなんですけど、日本の女の人ってむちゃくちゃ強いです。日本の女の人ってむちゃくちゃ強いんで、基本的に男よりも強いんで、なんだこいつらみたいな状態になるんで、だから、大和なでしこっていうと、凶暴な女子っていう形になるので、まあ、皆さん女性を怒らせないようにしましょう、という形になります。よろしいでしょうか。というわけで今日は平安時代最強の武将、坂の上の田村麻呂、征夷大将軍という形になります。はい。プリンが大好きなアイスです。ということになります。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。